肩の美しさじゃなくて姿の美しさ、現代の花を生けるということが一番必要ではないかと思って、現代の神仏体を生けたわけです。苦しい時こそ花を生けなきゃいけないし、花があるとみんな明るい気持ちになるし、苦しいからこそ辛いからこそ花を飾ってほしいな、生けてほしいなと願っています。